靴掛けと木次郎は、長谷川慎が1928年に発表した儀曲、総人7月号に掲載された。後年8度にわたり映画化された。また、テレビドラマ化もされた。2010年には漫画化もされている。1929年6月14日公開。制作は日活。キャストスタッフ主題歌1932年5月20日公開。 制作は日活。キャストスタッフ1934年1月13日公開。制作は小畜キネマ。キャストスタッフ1936年11月15日公開。制作は新興キネマ。キャストスタッフ1953年2月12日公開。制作は大英。キャストスタッフ1954年7月27日公開。 制作は日活。キャストスタッフ1961年6月14日、公開。制作は大英。キャストスタッフ1966年4月1日、公開。制作は東映。キャストスタッフ主題歌1959年4月14日から同年5月5日、富士テレビで鶴田工事シリーズくつかけ時次郎として放送。 キャスト1961年2月9日から2月23日まで、フジテレビの新国劇アワーで放映。キャスト1967年10月26日11月2日、フジテレビの塩野木テレビ劇場にて、前編、後編の2回に分けて放映。大野木直行演出。キャスト1972年10月4日10月11日、ネットの 長谷川新シリーズにて、前編、後編の2回に分けて放映。同番組の第1回作品。キャストスタッフ1981年4月17日、富士テレビの時代劇スペシャルで放映。なお、関東地区では1984年12月14日、1週間前の12月7日に死去した大川橋蔵の追悼特集として、 サンデーイベントアワー枠で再放送された。キャストスタッフ劇が、長谷川新シリーズとして、関の矢たっぺに続く、第二作として、漫画家、小林誠により講談社、イブニングにて2010年に連載されている。ありがとうございます。